鎌田博士は、日本の銀行家。77銀行相談役。仙台商工会議所会頭。東北経済連合会副会長。77銀行専務取締役を歴任した鎌田英一の長男として、宮城県仙台市に生まれる。経大法学部卒業後、77銀入行。県庁、新宿等、数用支店での支店長等を歴任後。 1993年に取締役昇格。親子2代にわたって役員として同行の経営に携わることとなった。2005年には2期4年頭取を務めた丸森中和れの公認として代表取締役副頭取から昇格する。2010年6月代表兼取締役会長に就任。また同年11月には恒例を理由に 人気満了で退いた、丸森の公認として、仙台商工会議所の会頭にも就任した。2011年6月には、東北楽天ゴールデンイーグルス監督である、星野千一の仙台講演会、学仙会の会長に就任した。2020年、朝日中受賞受賞。日本経済新聞2005年5月27日、日勤祝札版42版2005年日本。 金融通信社2006年代表取締役の移動に関するお知らせ株式会社77銀行2013年10月29日閲覧星野監督の講演会学選会設立スポーツ日本 http://www.sponichi.co.jp スラッシュペースボールスラッシュニューススラッシュ2011スラッシュ06スラッシュ12スラッシュ kiji スラッシュ k2011061201003350.html 2013年10月29日閲覧ン官号外第230号 令和2年11月4日、ありがとうございます。